マルクス・レーニン主義研究所。マルクス・レーニン主義研究所は、マルクス・レーニン主義の研究及び普及を目的とした、組織。ML 研究所などと省略される。冷戦時代に、各国において、マルクス・レーニン主義に関する文献の編纂、翻訳、出版に携わった。ソビエート連邦共産党の前身である、ロシア共産党が1921年に設立した。 マルクス・エンゲルス研究所及び1923年に設立したレーニン研究所を講師とし、両者が統合されて1931年にマルクス・エンゲルス・レーニン研究所となり、さらに1956年にマルクス・レーニン主義研究所と改称した。これに倣って、東ドイツ、西ドイツ、ポーランド、アルバニア、インド、日本などでも共産党や大学が同様の組織を設立したが、 社会主義勢力の変化やソ連の崩壊などの中で、いずれの組織も消滅している。上記のように、全連邦共産党によって1931年に、マルクス・エンゲルス・レーニン研究所として、設立、1954年に、マルクス・エンゲルス・レーニン・スターリン研究所に解消し、さらに1956年にマルクス・レーニン主義、研究所と解消する。冷戦崩壊により廃止され、 現在はロシア国立社会政治史文書館などに移行。ロシア5番、マルクス・エンゲルス著作集、レーニン全集の編纂などを行った。IML ビム Z 系で ISED が1959から90年にかけて入っていた東ベルリンのカウフハウスジョナス Q、東ドイツのドイツ社会主義統一等によって1949年にベルリンに設立。 同等の回答に伴って消滅した。マークス・エンゲルズ・ベルケや、マークス・エンゲルズ・ギャザモト・スコバの編纂を行ったことで知られる。また、旧東ドイツでは、各大学にマルクス・レーニン主義研究所が設けられていた。この点は、で、アンスティチュフィア・マークシスマス・レニニズマスを参照。翻訳リスト日本共産党中央委員会の付属研究所として、 1946年6月に設立。マルクス・レーニン主義を研究し、党の諸政策を解明し、党員の理論的水準を高め、党外大衆にマルクス・レーニン主義を理解把握せしめることを目的とする。社会運動家で出版人のアリガシンが運営にあたり、マルクス主義の古典文献を編集、刊行した。研究所は東京代々木の共産党本部の2階に置かれた。 研究所には、滋賀吉夫を中心に、石堂清林、江口柏郎、小材義重、高山陽吉、長須十二、平沢三郎、堀江雄一、村田洋一ら東員知識人やマルクス主義を学ぶ学者が集まり、日本におけるマルクス主義の研究拠点であった。マルクスレーニン主義研究所は、1946年から1960年代頃にかけて、 カール・マルクス、フリードリヒ・エンゲルス、ウラジー・メル・レーニンらの著作を日本語に翻訳した。名義はいずれも、マルクス・レーニン主義研究所、または、マルクス・レーニン主義研究所であるが、少数ながら、日本共産党中央委員会付属、マルクス・レーニン主義研究所と名乗っている例が、確認できる。同研究所がいつ頃消滅したかは不明であるが、レーニン全集第45巻が、 研究所名義で新たに刊行された最後の書籍である。その翌年の1970年に日本共産党中央委員会付属社会科学研究所が設立され、現在に至っている。翻訳リストアルバニア人民共和国、ドイツ連邦共和国、インド共和国、ポーランド人民共和国。ありがとうございます。